東北福祉大学では学生寮と運動部の部活動で感染が拡大し、今日までに感染者は27人に上っています。大学はこの運動部の活動を停止し、全部員に対し学生寮からの外出規制などの措置を取っているということです。また、青葉区の仙台厚生病院はこれまでに入院患者8人、病棟の看護師3人の合わせて、 11人が感染したと発表しましたこの病院の感染者は同じ病棟内ということで病院では救急患者の受け入れや緊急性が高くない入院患者の受け入れを中止しています外来診療やワクチン接種は通常通り行っているということですこのほか仙台市は市内の高校で生徒8人の陽性が判明したとしてクラスターと認定しました